さてと、奈良市観光案内とかありましたね。あれですけどね。今 JR なんですけど、まあ、ですよね、東大寺からね、こっちの方からね。車止めたらこの辺りですね。で、まあ、こう歩いて見てきて、戻ってきてと。で、こっちまで来とるという感じですね。で、北谷からこっちね、南の、京馬亭、あ、これが有名な京馬亭ですね。そう。この桜井の方ね、こっちの方ね、ずーっと行くと、行けるはずなんです。こっち行くと、あの、大和路線でそのまま、大阪とかあっちの方にずっと行って、天王寺とかあっちの方に行くんですよね、確か。で、天日の先なんで、確かこの桜井方面のこっちのね、万葉は幻線、こっちにね、乗っていけばね、いいはずなんですけどね、ちょっと今ね、私は私で今ちょっと鼻血が出てきたもんで、今頑張って止血しながら対応してますけど、まあいつものことなんで、ね、やっぱしね、マスクつけてるとね、鼻血の止まりが悪いんですよね。うん、あの、湿度が高くなるからなんて思いますけど、で、まあ結構綺麗だったもんで、あの、中のトイレも綺麗だったんでね、ね、まあちょっとお手洗いお借りして、まあ、あの、ね、買い物も買いましたしね。さあ、で、鴨方面とか行ったら、京都方面行っても飽きませんからね。大和路快速西九条大阪方面なんか行ってますけど、長からって来たって気もするけどな。ちなみにあれ、和歌山行くのと四日市行くのあんま変わらない。和歌山1610円で四日市まで1690円なんですね。1690円で行けるんよね、片道。まあでも1690円やったら、あれか。そっか、次行けば使えるんじゃない。行こうかな。行こうかな、チャージして、あれですね。よいしょ。はい、と確認しましたけど、どうもね、桜行きの方に、和歌山行きでも大丈夫みたいなんですよ。で、長柄って読むのかな、長柄かな。で、駅まで行けば、大丈夫みたいな。とりあえずこれ乗ってきましょう。よし、ちょうど電車着いちゃったな。次の電車ですね。さて、駅の上まで上がってきましたけど、今ちょうど電車も出てきますね。あれはどっちか、京都方面、そうですね、こっちが北で、こっちが南かな。で、京都方面がザーッと出てくるって感じみたいですね。で、まあ、折り返しの電車もあったりとかで、まあ、ちょっと複雑ですね。和歌山行きあったりとか、大阪方面の大和路快速がこっちのホームに来ることもあるみたいで、3面6線か、ね、まあ、広い駅ですよ。さすが奈良の中心駅ね。あの、奈良といえば近鉄王国と言われてますけど、いやすごいじゃないか。それはレインボーにもなりますよね。なんか7色じゃないですか。これは何なんでしょうね。よいしょ。あ、ちょっとどっかで座ってね。あ、でも桜行きが来る。あ、東駅始発なんや。やった。2両編成なんや。奈良始発で桜井行きってめちゃくちゃ短いですね。ご注意ください。電車が参ります。ご注意ください。じゃあせっかくなんで乗ってきましょうか。何分発？次37分やもんな。だいぶ時間が来ますからね。こっちから、奈良行きになってますね。整理清掃員の方とかがおるんや。短い2両編成。
アイドル車両一番前のドアから降りください。降りるときはちょっと気をつけないといけませんね。さてということでやってきましたよ。これでね、長良って呼ぶそうですね。長良駅ってところでさあやってきました。そうそんなこと言ってましたね。考えてみたら帰り道の途中でね、そんなの出てましたわ。駅名表で言うとね、結構こんな感じでね、長良駅ってことでね、はい。隣は柳本ね、これはまだね読めやすいですけど、これまあまあこの奈良天理館っていうのは読みにくい。これなんか何て読むやろうな。さっきこれ京橋は有名じゃないですかね、読みにくい難読駅名でね、有名な京橋でしょ。これもこれで帯解けてなかなかですよね。でこれが一ノ本ね、ね、そうですね、一ノ本ですよね。なんかかなり変わったな。これも長良っていうのもなかなかだと思います。ここで何て読むんですよね。あとでまた調べて出しておきますか。こんな読み方なんですって。ね。じゃあ、長良駅と。前にね、その大和神社ね、来たときに、車でね、ここら辺乗りつけてね、ちらっとね、撮ったりはしてたんですよ。あの時はまだ国鉄車両が走ってましたけどね。さあ、ということで、ここから、もう、ここに書いてある通りでね、このまますということで、さっき別の動画で出してます、大和さんとね結婚式とかカッコ仮とかって言ったのがこの辺りなんですよ。で、ですのでこっちから行くとね、こっちからねスッて入れるね道がありますよね。これでね、今日はねこのね大和神社、大和さんね行きたいと思います。大和の名前の由来になってるようなね神社もあるってことで、結構ゆかりもありますし、でかつ天理市ですからね、何せ天理教に関するね、いわゆる聖地巡礼になるような場所というのがあちこちにありますんでね、これまた、見どころでございます。蜂は飛んでます。一回来たことあるんで、さすがにここはねすんなり行きます。なんでタバコ屋に学生がわーっと集まっとるのかと思ったら、駄菓子かなんか売っとる感じなんかな。なるほど。ちょっとマスク外させていただきますよ。さすがにきつい。単線でね、一面一線ね、まあ片道240円ですからね、これ全然電車で来るのもありっちゃありですね。行っちゃあれですけど、まあまあやっぱ運転しとると疲れますからね。はい、まあ、こっちの方で車止めて、ね、電車で行くっていう方のがいいかもしれませんけど、ただね逆にね、規模がね規模なんで、コインパーキングとかが多分ないさそうなんですよね。で結構盛り返しの電車も来ますからね、そこまで単線ですけど、本数が別にベランボに少ないとかってわけでもないんで、まあまあ使い勝手は良さそうです。ここね、関係大社だ、ね、これで、ね、大和神社ね、あでもこっちの動画では言ってないから、そうなんです。ね、普通打って、なんて言うの、このね大きい庭と書いて、これ大体大和って読むんですけどね、この神社はこれで大大和神社って言います。和の字一つで大和って読むんですね。通称はですね、お大和さんと呼ばれているみたいですね。はい、ね、なんか戦艦大和にゆかりがあるのかといったら、バリバリになるところですんでね、そのあたり詳細はね、もうね、境内に入ったらね、いろいろと書いてありますので、紹介していきたいなと思います。メガネがね、どうしても水滴がついちゃうとね、いけませんので、まあ、それはカメラも必要なんですけどね。さあ、まあ、戻ってきました。こんなところに千本木あるんや。これは
もうなんか辰巳戦没碑があります、ね、ちょっとお参りしていきましょうか。